本日のゲストは新潮の宇宙から闇の守護星クラビス、そして霊境の宇宙の闇の守護星ノアです。今日は新潮のお二人に囲まれて緊張しているけど、どうぞよろしくお願いします。早見さんとネオロマンスしよう。皆さんこんにちは。ネオロマンス25周年ナビゲーター早見翔です。ネオロマンスの25周年イヤーも幕を下ろすことができたということで、ですね、僕がこの MC を担当してきたこの番組もですね、今回で一旦役目を終える、いや僕でもナビゲーターに就任したのほんの昨日だと思っていて、なんかすごく緊張の面持ちでですね、うちの事務所にこういらしてですね、 P が、ぜひお受けしてください、いや僕何が始まるんですか、僕何、御社のなんかこう役員になるのって思ってたんですけど、ナビゲーターでした。まだまだやり足りないんで、何かあれば、駆けつけたいと思ってます。ということでね、一旦この役目を終えるというだけなので、また26周年とか27周年とか細かく刻んで私はナビゲーターをやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。今回も素敵なお客様が来てくださっていますので、お楽しみに。それでは番組スタートです。早見さんとネオロマンスしよう。この番組は光栄テクモゲームスの提供でお送りします。早見さんとネオロマンスしよう。では早速本日の素敵なお客様をお呼びいたしましょう。お客様はこの方々です。皆さんこんにちは。新潮の闇の守護星グラビス役、田中秀幸です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。霊境の宇宙の闇の守護星ノアを演じています七海博樹です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやこんなところに翔ちゃんの秘密基地があったとは知りませんでしたよ。いやもうしかもね、僕の秘密基地なのね、僕がね遅れてきちゃってね、ごめんなさい本当に。もう今もちょっと焦っております。ちょっとちゃんと喋れてませんけれども本当に申し訳ありません。さあアンジェリーク、アンジェリック・ルミナライズから2人の闇の守護星が登場ということでですね、七海さんは2021年に発売されるアンジェリック・ルミナライズからネオロマンス作品に参加されているわけですけれども、僕たちとこうやってねおしゃべりするのは初めてで、ね、そうなんですよ。ちょっとプロフィール紹介させていただいていいですか。お願いします。ありがとうございます。スミレの花が咲く頃ですね、89期生として宝塚歌劇団に入団された七海博樹さん、男役スターとして活躍、2019年3月24日に対談して、俳優、声優、歌手、ラジオパーソナリティなどアーティストとして多方面で活動されています。ちなみに出身地は、納豆で有名な水戸市です。偕楽園いいですよね。いやいいですよ。袋田の滝、袋田の滝もでも茨城です。水戸市じゃないです。水戸じゃないです。水戸じゃないですね。水戸じゃないですね。でも茨城県なんで、茨城県ですね。好きなものはみかん、スイーツ、コーヒー、時計、本ってすごく細かく書いてくださってもありがとうございます。みかんの缶詰好きですか。好きですね。あのシロップ美味しいですよね。美味しいと思います。やっぱりこうね、はい、甘いものが結構好きなので、なついつい食べちゃうんですよね。みかんの缶詰のシロップって甘すぎるでしょ。いやあれは美味しいですよ。子供の頃はよく食べましたよ。はい、でもちょっと最近はちょっとみかんの缶詰のシロップ僕も食べてないですけど。本当ですか。甘すぎますよ。あのパインとみかんとどっちが好きですか。ああ缶詰、缶詰だったらパインですね。おななみさんは。私は断然みかんですね。缶詰でもみかん。なるほどね。はい、まあね今日はね、闇かける闇っていうのはこれ結局光に転ずるということでね。おお、なるほど。まあマイナスかけるマイナスプラスということでね。なるほど。この素晴らしいトークを今日は聞かせていただけると思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速お二人にですね、
それぞれが演じてらっしゃるキャラクターの紹介をしていただきたいと思ってます。まずは田中さんからよろしくお願いします。はい、では紹介させていただきます。はい、新潮の闇の守護星クラビス。人々に安らぎをもたらす闇の力を司る。推定年齢25歳。はい、随分しっかりした25歳。他人にはほとんど関心がなく遠征的な雰囲気をまとう。守護星としての在位はジュリアスの次に長い。はい、はい、誕生日11月11日。お、僕誕生日11月12日なんですよ。お、めちゃくちゃ近い。1日違い。あら、身長190センチ。身長は2センチ違いですね。190センチでかいよね。でかいですね。ななみちゃんぐらいあるよね。いやいや、私よりだいぶでかいです。体重73キロ。はい、わ、これは金星の取れた体をしていらっしゃいますな。サソリ座、はい、A 型、うん、出身は辺境の惑星、はい、趣味としては星を見る、水晶球を見る、月光浴、うん、月の光を浴びる、結構いいですね。なるほど。これはもうお話の中でも時々なんかこういうシチュエーション出てきますよね。うん、なんかね、月の光を浴びながらっていうのね、うん。好きな食べ物、みかんの缶詰はないですよ。まだはないですよ。残念。ライチ。ライチ。マオさんですか。面白いです。面白い。そうくるとは思いませんでした。ライチって不思議です ね。なんかライチって なんかこう。ライチって何かこう、そう、神秘的な何かがあるんですか、ライチって。どうなんでしょう ね。あんまり食べないですね、ライチ。でも台湾料理行くと食べるんですよね。そうですね。ね、あ、うん、なるほど。ライチ、アイリッシュカフェ、うん。アイリッシュカフェってどういうんだっけ。アイルランドのカフェじゃないですか。そうですか。あんまり僕飲みませんけどね。ビシソワ。あ、美味しいですね。美味しいですよね、これ、うん。好きな動物は猫。うん、はい、僕は犬を飼っています。はい、虚無的で他人に心を開かないという性格です。あの、でも長く僕クラビスと、付き合ってますけど、はい、クラビス結構こう開きますよね。クラビスって最近になって随分心開くようになりましたよね。開いてますよね。冗談もなんか軽く笑ってますよね。笑ってます。昔だったら全く無視してたもんね。そうですよ、うん、軽く笑ってなんかちょっと自分も冗談言いたそうな顔してそうしますよね。はい、では続いて七海さんが演じてらっしゃる、はい、ノアのお話を伺ってまいりましょう。はい、霊境の宇宙の闇の守護星ノア、とある理由から人が自分に寄ってくることを恐れている、うん、年齢よりも幼い純粋な性格、まあ、22歳168センチ、11月6日生まれ、 B 型ということなんですが、うん、まあ、闇の守護星こう安らぎを与えるというまあところなんですが、はい、ノアはね、この年齢よりも幼いっていうのがちょっと特徴だなと私は演じていて思ってました、ね、それは過去に何かあったんですね。そうなんです、はい、まあ、これちょっとねあんまり今語ることはちょっとできないんですが、でもそこがとてもこういろんな出生のねことでそういうふうになっていますね、はい、なるほど。だからこう趣味とか好きな食べ物とか、うんうん、明かされてないんです ね。まだちょっとこう謎に包まれてる。本当ですね。そう、クラビスあっさりしてますよ。クラビスがこんなに私生活を明かしてるのに。そう。クラビスを明かしすぎです。これからですよ。ルミナライズが展開されて、なるほど ね。ノアのことはこれから分かってくるんでしょうね。そうですね。これからどんどん。そんなノアを演じる上で、はい、うん、なんか七海さんが意識されたことってありますか。はい。ですね。まあ、私初めてこのゲームのこうキャラクターというのを演じさせていただいたので、まあ、今回のノアについてはまあここに書いてあるように年齢よりも幼いというので、ちょっとこうあまりにもちょっと暗くなりすぎてしまうとなんか大人っぽすぎてしまうんじゃないかっていうのをこう気にしつつ、その純粋さがどうやったら出るんだろうなっていうのを考えながらやりましたかね、うん、なるほど、はい、七海さんの中で純粋さって例えば、うん、どんなこと、なんだろう、 こうやっぱりその相手のこう反応に対して、はい、よりこう含みがないようにそのままの気持ちで答えられるようにっていうのが純粋たるゆえんかなって私は思ったので、うん、
できるだけこうセリフをあまり含まないように含まないようにって読みました。そうですか、クラビスは含みすぎですもんね。すいません。まあ、収録ってお一人でされましたか。はい、一人でしました。どうでした、孤独でした。やっぱりこうそれも初めてだったので、はい、なんていうんですか、まず最初にそのボースだってブースに入ってブースに入って、はい、まずこう何が一番の失敗かっていうのは、恐ろしくお腹の音が鳴るんですよ。で結構長時間収録するじゃないですか、はいはい、なので毎回収録するたんびにちょうどいい、しかもちょうどいいセリフの時にキル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 ってなって、はい、七海さんすいませんちょっと止めますみたいなのがあったのが、もう私の中であのブースの中での失敗談だなって思ってます。不思議とお腹の音って鳴っちゃいけないと思うと鳴るんだよね。そうなんですよ ね不思議だよね、あれね。なんでしょうね、普段鳴らないですよね。鳴れって、うん、鳴れって言ったって鳴らないよね。家にいて鳴ります。鳴らない。あ、確かに鳴らない、ね、なんででしょう、あいつ。不思議だね、あいつね。まあでもお腹の音は可愛いですよ。そうですね、うん、いやもうそう言っていただくためにこのエピソードを明かしました。すいません。もう収録中もなんか向こうが調光しちゃって、待たされて待たされて寝ちゃっていびきの音だったら大変ですけどね。そうですね、お腹の音は大丈夫です。よかった、はい、そして現在発売中のアンジェリークルミナライズ、はい、ファーストステップには、うん、ノアのボーカル曲が収録されている。そう。はい、そうなんです。ありがとうございます。ですよ。聞けるんですか？今。今後で聞けます。後で聞けます。聞けないんですか？うん、バックに流れてますか？流れてない。流れてないですけどね。いやいや、ありがとうございます。こういうその、うん、なんですか、ゲームのこのキャラクターの歌を歌うって。うん、初めての経験だったんですか。はい、これも初めての経験だったので、うん、そのいつも自分が、まあ、七海博樹として歌うっていうのと、まあ、闇の守護聖ノアとして歌うっていうのは全く違うなって思いながら、はい、こうキャラクターの声で歌うっていうのが、まあ、こんなにも安定させて歌うのが難しいんだなって思ってましたね、うんうん、でもサクッとレコーディング終わったんでしょ。いやそんなことはそうでもなくて。結構曲的には割とノアなんですけどノリが割と良かったんですよ、うん、なので歌い上げちゃってめちゃくちゃ大声になっちゃうと、はい、なんかやる気のあるノアみたいな感じになっちゃうんで、なんかそこはディレクションの時にもうちょっとこう抑えた感じでっていうのを気をつけましたかね。なるほど、うん、でこれでまあノアとしてこう歌が世に出て、はい、お客様の反響ってどうですか。皆さんこうやっぱり私として歌うのとは全く違う感じだったっていうのも喜んでくださいましたし、うんうん、あとまだノアのことをあんまり知らなくて初めてこう曲から入ったって方もいたので、はい、なんかノア好きになりましたって言ってくれる人がいて、歌ってよかったなみたいな風に思いました。まあ、でも考えたらあれですよね、宝塚で演じていらっしゃる時も、うんうん、結局キャラクターを演じていらっしゃるんですもんね。そうですね、まあ、お芝居の時は特にキャラクターで、うん、特にやっぱり宝塚はやっぱり男性を演じてるわけですから、うん、そのより現実からこう一つこう遠いとか作った世界の中の、うん、キャラとして存在されてるから、うん、こういうゲームの中でキャラクター演じるっていうのも、うん、そんな全然、全然異世界ではないですよね。そうですね、うん、まあ、その役を演じながら歌うっていう点においてはそういうふうに思いましたね、うん、なるほど、早く聞いてみたいって、僕まだ聞けてない、すみません、今日この後聞きますね。ありがとうございます、はい、ぜひ聞いてみてください。楽しみに、はいはい、お二人とも闇の守護聖を演じていらっしゃいますけれども、クラビス・ノアの関係性はどのようなものになってるんでしょうか。関係性、はい、関係性極めて良好。仲良しです。良好だよね。はい、セカンドステップですね。セカンドステップのアルバムでね、はい、ご一緒させていただいたんですけども、はい、まあクラビスがあんなにこう親身になって、うん、アドバイスをしたり、ね、うん、指導したりと、いうことをこの人もとうとうやるようになったんだな。いや、よかったですね。かなり、ね、心配してるよね、クラビスは、うん、本当にそうでした。なんかまるでこうなんだろう、弟なのか、うん、すごくこういろんな、なんていうんです、私の
相談事を聞いてくださって、うん、それに対しても答えてくださったんで、そうなんですよ、はい、大人になりましたね、大人になりましたクラビスです。もう全部ノアのおかげですね。本当です。ありがとうございます。はい、でなんか似てるとかって、そういうなんか演じてるとか、そのキャラとして、うん、あ似てるなみたいなところありますか。似てる、まあ、まあ2人ともね、あのこう心の 闇をこう抱えてるっていうことでは、はい、まあにまあ、もちろん似てるんですけども、でも似てるって言ってもなんかあのその闇があの、うん、あのあれですよね、ノアの方がなんか、うん、深そうですよね。心の闇が。なあ、そうなんだ。そうなのかも、今のところそうなのかもしれないですね。今その深い闇のことって、七海さんはどの辺までご存知なんですか。あの一応あのもう収録は終わったので全部分かっているんですが、でもこう自分のこう生い立ちからの闇があるので、はい、まだこうあんまり人と接しないで育ってきたってところがあるんですよ。なるほど。だからこその闇だったので、うん、まあ、あのちょっとなんだろうな、でも二人ともこう私が思うにこうあまり人寄せつけないんですが、心の奥底ではちょっとどこかでなんかこう誰かの心のに触れたいなみたいなところを思ってるんじゃないかなって勝手に私は思ってました。だそういう二人だから多分こう合うんです。合うんですよね、うん、きっとね。でもね、田中さんはもう普段ものすごく明るい方なんで、いや、僕本当暗いんですよ。本当根は暗いんですよ。僕暗いの見たことない。いやあのね、もうあのそう翔ちゃんとかね、天佑とかだと大丈夫なんですけどね、はい、本当にもう根は暗いですね、僕。自分で嫌になる暗い。そんなことないですよ。さっきもこうちょいちょいいろんな面白い話とかをしてくださって、はい、暗かったでしょ。いや全然そんな暗くないですか。まあ、そうですか。そういうことね。あのやっぱりちょっと抱えてるものがあって、うん、それゆえに優しさを持っていて、うん、そのなんかそこでこう共感し合えるところでっていう、うん、クラビスとノアっていうことなんですね。はい、ちなみに、ジュリアスとクラビス、ユエとノアっていうこうね、神長と霊鏡の光闇守護星の関係性で似てるところ違うところってあんのかな。どうなんだろう。ユエジュリアスとクラビスは僕らは仲悪いです。あの一方的にジュリアスが仲悪いんですよ。あのクラビスはさほど気にしてないんです。ジュリアスがなんかその風紀委員のような、そのやっぱりルールをすごく守りすぎてちょっと借地将棋に、ね、なるところあるんですけど、もうクラビスもそんなに悪いことはしてないよね。してないですよ。してないよね。なんかのんびり占ってるだけです。なんであんなジュリアスとぶつかっちゃったんですよ。あのシャキシャキしないからですよ。ああ、なるほどね。返事が遅い。返事遅いよね。しゃべりも早くしゃべれよっていうのも思ったりしてしまう。ユエとノアってどんな関係ですか。はい、ユエとノアが似ているところは、いや私が思うには多分ないんじゃないかなって思うんですけど、 あちら皆様うなずいてらっしゃいますが、いやなかなかこうやっぱ正反対だからこそ、うん、なんかこの関係性が成立するっていうところが私はあるんじゃないかなって思ってて、なんか2人ともいつもこう会ってはお互い平行線の喧嘩をしてるっていう感じですね。まあ、でものれんに腕押しの関係ではなく、一応そのノアも反発をしてるって感じですよね。そうですね。でも私の中ではやっぱりこう嫌いも好きなうちじゃないんですけど、なんだかんだ言って一番こうあのゆえのことを気にしてるんじゃないかなノアはって思ってます。皆様うなずいてらっしゃいます。なるほど、わかりました。はい、皆さんアンジェリーク・ルミナライズの続報をこれからも楽しみに待っていてくださいね。早見さんとネオロマンスしよう。皆さんからいただいているメールメッセージを紹介していきましょうか。じゃあまず私からいきますよ。はい、ラジオネームモリーさん、田中さん七海さんも出演されているアンジェリーク・ルミナライズセカンドステップを聞きました。田中さんが演じるクラビスの懐の深さと七海さんが演じるノアの穏やかな感じが聞いていて心地よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。クラビスとノアの師弟関係をこれからも推していきたいです。お二人は共演してみていかがでしたか。キャラクターとして一緒になった感想などもお聞きしてみたいです。まあ、これさっきちょっとねお話が今あったので、はい、まあ、良好な関係ということでね。良好な関係をこれからも続けていきたいと、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、次はじゃあ田中さん紹介してください。はい、ラジオネームみやこさんからです。
もともとクラビスが大好きだったのですが、霊教の守護聖であるノアと絡んでいるのを聞いて、クラビスが後輩のことを考えてあげる良き先輩をしていると嬉しくなりました。今後2人の闇の守護聖のことを応援していきたいです。そこで質問です。皆さんもクラビスとノアの師弟関係みたいに、先輩から何かアドバイスをもらったり、逆に後輩にアドバイスをしたことなどはありますか。早見さん。私ですか。だって皆さん待って、皆さんもって書いてある。そうですね、あの先輩からアドバイスをされたってあんまりないですね。あ、そうですか。僕あの多分可愛くない後輩だったと思うんですよ。いやいやいや、若い頃。いやいや、だからあんまり先輩からなんかあいつさぐらい言われてましたけど、うん、こうした方がいいよってなんか親身に言われたことないし、先輩に相談するのが苦手だったんですよ。なんか、なんか甘えるのって勇気いりません？僕はねおばあちゃん子だからね、あの甘えるの甘えて育つっていうのはちょっと慣れてきたんですよ。七海さんなんか宝塚で先輩後輩ってすっごいんでしょ、はい、宝塚大変でしょ。そうですね、やっぱりこう、まあ、上下関係が厳しい世界ではありますので、はい、うん、まあ、多分、まあ、その宝塚時代は本当にひたすらいろんな方からアドバイスをしてもらって、はい、それこそこう一歩出すとか歩き方からこうアドバイスしてもらったりとか、ね、なんかあの1年先輩がほら、うん、指導係っていうのがあってね、はいはいはい、今亡くなったみたいですけど、うん、なんか相当厳しいっていう、はい、うわ、うん、そうですね、こうやっぱりこうどこかそういうまあ厳しさがあるからこそのこう、まあ、金星の取れた舞台とかだったりするのかななんていうのはまあ思いますけどね、うん、まあ、逆に後輩にアドバイスすることって後輩ですね、やっぱりこうね学年が上がるにつれてはこう言っていかなければっていう、まあ、責任感がちょいちょい生まれてきたので、ちょいちょいアドバイス、ね、同じようにこう言っていただいたことを。厳しめな感じですか。まあ、どうだろう、でもあんまりこう厳しいことを言うの苦手なので、なんかほわっとなんか飴とムチみたいな感じでしたかね。もうね、あの声優の世界って割とね厳しいそうようで、割とね、うん、なんか緩い感じなんですよ。多分あの秀樹さんが大先輩なんですけど、うん、もうすごくなんかあの緩い関係なんで、あの親しくさせていただいて、それ僕は緩いだけ。僕ね後輩にアドバイスってできないんですよあんまり。あの自分がどうやってやってきたのかよく分かんない、よく分かんないってのがあるし、うんうん、結構あのね、やっぱり人それぞれいいところあるから、はい、それってちょっと未熟だけど荒削りだけどいいとかっていうのもあるじゃないですか、うん、ありますね、それはそれで面白いなって割とこう認めちゃう方なんで、うんうん、あんまりね、うん、こうした方がいいんじゃないって、うん、あんまり言わない、僕たちの業界ってあんまり言わないですよね。昔は結構そういう先輩いらっしゃいましたね。いらっしゃいましたよね。いらっしゃいました。もう、最近はあんまりないですよね。なんかね、やっぱり後輩が一緒に飲みに来てくれないんですよね最近。ああ最近そうですね。来ないです、昔はもう本当に番組終わったらもう必ず飲みに行く、うん、もうね後輩もなんとかあの行っていいですかっつって先輩の話を聞くっていうのが、はい、でしたよね、はい、うん、私は行きたいです。あ行きたい派です。ではぜひ主張しておきます。もうちょっとこういうねあれがこう落ち着いたらもう落ち着いたらガンガン飲みましょうね。行きましょう、ぜひよろしくお願いします。では七海さん紹介いたします。はい、ではラジオネームクラビス様の執務室に住みたい、早見さん、田中さん、七海さん、こんにちは。こんにちは。今回は闇の守護聖様をお慕いする者として記念すべき回です。お尋ねしたいことがあります。闇の守護聖様たちといえばインド派だと思うのですが、ゲストのお二人はご自宅で過ごすときにどんなことをされるのがお好きですか。 PS 田中秀之さん、11月12日お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。今年もお祝いできて光栄です。ますますのご活躍をお祈りしております。頑張ります、ありがとうございます。はい、うん、インドア派。インドア派ね、うん、でも秀樹さんアウトドア派ですよね。うん、そうですね、テニスをねずっとされてる。テニスとゴルフと、ええ、めちゃくちゃアウトドアですね、ええ、でも僕うちにいる時は本当に動かないですよ、椅子に座ったまんま。そうなんですか。ええ、もう掃除とかは
しませんよ。そんなちょっと待って、今の時代にしませんよ。しょうちゃんするんですか。しますよ。しょうちゃんはするの。朝僕がしますよ。しょうちゃんしなさそう。掃除も洗濯も食料理も全部しますよ。すごいオールマイティ。しなさそうに見えるからな。いや僕ゴミ出しももう365日しますよ。びっくりだ。買い物も全部しますよ。うわあ素晴らしいですね。しょうちゃんとゴミ出しにでもかっこいい。確かに。かっこいい感じ。外から見たら。外から見たら。素敵。何やってるんだろう。お家で何もしない。でもお家にいらっしゃる時はどういうことをされてるんですか。座ってます。なんか本読んでるとか。そうですね。本読んでるし。音楽聞いたり。音楽聞いたり。パソコンに行ったり。お酒は飲まないですか家では。お酒飲みますよ。家でも。夜はね。昼間飲まないです。なるほど。お休みでも昼間飲まない。昼間飲まないですね。僕昼間のお酒って苦手みたいです。僕ね、一回ね、もうすっごいお休みで朝、公園に行ったんですよ、で公園で、すき焼きをして、公園ですき焼 き、で赤ワイン飲んだら、これ幸せでしたよ。あ、それは幸せでしょう。これはもう朝たまらないですね。これは良かった。でも一生で一回しかしてないですけどね、それ。一人じゃないよね。一人じゃないです。一人だからちょっと怖いよね。妻と二人で。ね、ああ素敵ですね。一人じゃ怖いよね。一人です。変なやつですよね。なるほど。ななみさんはインドアだとどういうこと？そうですね。私もどちらかというと田中さんと一緒で、家にいるときは座ってますね。あ、まあ、外で動きすぎてるからですよね。闇の小生は座ってるんです。外でだってね、ダンスとかやっぱいっぱいあるでしょ。そうですね、まあ、外に出るときは結構ガツガツ動くんですけども、中に入ったらもういきなりスイッチをカタンと下ろしてボーっと割としてますかね。中、例えば家で2時間の映画とか見るじゃないですか。ずっと2時間座ってられますか。座ってられますよ。だって映画館で座ってられるじゃないですか。映画館は座るけど家ですよ。家で大丈夫です。僕ちょこちょこ立っていつも怒られる。また止めなきゃいけないじゃない、いつも。ちょっと飲み物取りに行くだけなのに怒られるんですよ。用意しとくんですよ全部。そうだね。映画見ようと思ったら、どちらかといえば私もそちら。用意周到ですね二人とも。あ、でもしょうちゃんあれじゃないですか、インドア初ってもボーリングむちゃくちゃうまいじゃん。あ、ボーリングが好きですか。しょうちゃん昔プロボーラー目指したんですよ。いやでもあれもインドアですから。あ、インドア。アウトドアじゃない、インドアです。インドアです、インドアです。そっか、なるほど、覚えておきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。これからもどんどん送ってくださいって言ってますけど、またちょっと不定期でね、番組があるときにお願いします。早見さんとネオロマンスしよう。ネオロマンスシリーズの最新情報です。アンジェリーク・ルミナライズのゲーム発売に先駆けて、アンミナ守護星と新潮守護星が共演するドラマ CD が3作連続で発売。12月2日発売の3巻目、アンジェリーク・ルミナライズサードステップには、霊鏡の守護星からフェリックス、ミラン、ゼノ、新潮の守護星からオリビエ、マルセル、ゼフェルが出演します。そして霊鏡の光の守護星ゆえのボーカル曲カラフルダイヤモンドも収録されています。そしてこれは全巻とも、視聴 PV が公開中です。ボーナストラックやゲームとの連動もあるんですか。すごいですね。すごいですね。ということなので、どうぞお楽しみに。はい、霊鏡の守護星たちが初めて皆様の前で勢ぞろいするイベント、アンジェリーク・ルミナライズ新宇宙プレサミットが2020年12月12日土曜日、昼夜2公演で配信イベントとして開催決定。現在視聴チケットが好評発売中です。豪華グッズがもらえて、さらにアフタートークも聞けるプレミアム視聴券は枚数限定です。チケットについては公式サイトでご案内していますので、ぜひぜひチェックしてください。はい、そしてお二人が出演されているアンジェリーク、アンジェリーク・ルミナライズの他にもたくさんのネオロマンス作品がありますので、そちらの情報も一緒にご紹介していきましょう。まずは金色のコルダ、スターライトオーケストラ初のイベントが有料配信で開催決定。
2021年2月27日土曜日、全2公演で開催します。出演は日野聡さん、竹内俊介さん、森田正和さん、福山潤さん他となっています。今後の情報をお楽しみに。来年1月16日17日 KTZEP 横浜にて開催されるネオロマンスハイパーミックスライブ遥かなる時の中で3のイベントの公演チケットが発売中。出演は関智一さん、高橋直澄さん、井上和彦さん、星総一郎さん、遥か3のキャラソンだけをいっぱい歌います。ネオロマンスでは初のキャストと 3D キャラクターによる時空を超えたライブステージもお楽しみに。続いてグッズ情報。大きさ14センチの着せ替えぬいぐるみマスコットクマメイトシリーズから遥かなる時の中で3ミコト八王バージョンの制作が決定。商品の予約や発売日など詳細は後日発表。舞台遥かなる時の中で3いざよ行きが1月22日金曜日から1月31日日曜日まで池袋サンシャイン劇場にて、そして2月6日土曜日、2月7日日曜日の2日間、大阪メルパルクホールにて上演されます。チケットは12月19日より各プレイガイドで一般発売です。8月に池袋ナンジャタウンで開催されたはるかコラボが出張所としてハムリーズ横浜店にて開催されます。グッズ販売やミニゲーム、パネル展示をお楽しみいただけます。開催期間は12月4日から1月17日までです。今回お知らせした情報の詳細やその他のネオロマンスに関する情報は公式ツイッターをフォローしてチェックしてくださいね。早見さんと早見さんとネオロマンスしよう。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今回で一旦番組が役目を終えるということでですね、実はこんな方たちからメッセージが届いたそうです。ルバからです。ジュリアス1年間以上ですかね。これモノマネしたら時間かかりますのでやりませんけどね。やりましょう、やりましょう、はい、ジュリアス1年間以上ですかね。大使になられたと聞いて驚いたものですが、さすがはジュリアス、とても楽しかったです。今度お茶でも飲みながらこぼれ話を聞かせてください。なるほどね、ルバらしいですね。そしてオリビエから。オリビエから、あれもう終わっちゃうの、まだまだあんたがジジイになるまでやってくれてもよかったんだけどな、なんてね。あんたの頑張り聖地から見てたよ、お疲れ様って。まあオリビエらしいですね。でまあ愛情はありますね。そしてゼフェル。はあ、俺がジュリアスの野郎にねぎらいの挨拶だ、バカ言うんじゃねえ、なことやるわけねえだろ、仕方ねえな、うん、お疲れ以上。こんな感じですかね。リオタ君ごめんなさい。そしてマルセルから。ジュリアス様、ネオロマンス大使お疲れ様でした。もし僕がこんな大役仰せつかっていたらって思うと、やっぱりジュリアス様はすごいと思います。そんなことないですよマルセル、できますよこれ。僕ちゃんとできてませんから言っておきますけど。はい、そしてオスカーからです。ジュリアス様、大使の大役お疲れ様でした。ジュリアス様のお声はあまりく世界に誇り高き光となって降り注いだことでしょう。まったく口からいいこと言いますねこの人、本当に思ってるんですかねオスカー。さあ、そしてリミエールです。霊教の面倒もご覧になりつつの大使のお仕事、さすがと拝見しておりました。ジュリアス様の思いは全ての女王候補に伝わったことと思います。いやリミエールいいな、うん。そしてランディ。ジュリアス様、大使のお仕事お疲れ様でした。最初はどういうことするんだろうって思ってたんですけど、やっぱりジュリアス様はすごいなってマルセルと驚いてました。次はプレサミットですけど楽しみにしています。まあお子ちゃま組のねランディとマルセルにもこう楽しんでもらえてよかったです。いや嬉しいですね、はい、素敵なコメントありがとうございました、ね。いや中途半端なモノマネやっぱりやるべきじゃないですね。いや最後までやってほしかった。いや私も最後までやってほしかった。いけるのかなと思ってワクワクしちゃいました。さてここでですね、クラビスとノアからのメッセージは音声で届いているそうですよ。どんなことでしょうかね。まずはクラビスからお願いします。私からはご苦労とだけ。
お前には合っていた仕事だと思う。いつものクラビスだな。ちょっとムカッとするところがいいな。ムカッと優しいクラビスですよ。そうなんですよね、僕は聞いたら優しいなと思うんですけど、ジュリアスだとちょっとね、違うんですね、これがね。今私はこの空間でこうやって過ごしてること自体に、はい、私だけいいのかなって今すごく思っちゃいました。本当ですか。もう、はい、さあそれでは続きまして、はい、ノアからもこんな音声コメントが届いております。ジュリアス様、本当に長い間お疲れ様でした。僕には霊境の宇宙の代表なんてできないから、本当にすごいって思ってます。勉強になりました。ありがとうございました。素直なの、いい子ですね、ノアね。本当に素直な子でしょう。本当だからもうね、もうお願いしますよ。なんかもう地球が滅びそうになってもね、箱舟作れますよ。なるほどなるほど。思わず拍手を。いやということでね、素敵なコメントありがとうございました。さて田中さん、奈々美さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあね、引き続きね、もうアンジェリークルミナライズのね、応援というかね、まあ僕らこう関わっている限り、あの力いっぱい、なんかいい形で自分たちのこう全エネルギーを注いでいきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後に僕からもメッセージをお届けしたいと思ってます。1年間ナビゲーターとしてですね、誰を導けたんだろうかというね、不安だらけですけれども、まあ自分は少なくとも導けたかなと思ってます。はい、なんかみんなきっとね、心配だったでしょう。リスナーの皆さん、僕一人でやるってね、苦手なんです。誰かに何か言われたりだと、僕はボケで誰かに突っ込んでもらうしかできないタイプなので、またね、こんな機会があったらもうちょっとだけ成長した自分をお見せしたいなと思っています。1年間皆さんありがとうございました。ということで、早見さんとネオロマンス仕様はここまでです。お相手は早見翔と田中秀幸と七海ひろきでした。バイバイ。どうだったノア。楽しかったです。こんな素敵なラジオの最終回に立ち会えるなんて、ありがとうございました。クラビス様はどうでしたか。面倒なことだと思っていたが、まあ悪くはなかったかもしれぬ。またこういう機会があれば共に語ろう。良いな、ノア。はい。早見さんとネオロマンスしよう。この番組は光栄テクモゲームスの提供でお送りしました。愛してる。